矢部浩之のドリチンクラブ、ドリチンドリチン、はい、ペンネーム高槻氏、キモーショー、携帯ニュースに我慢できる彼女の欠点ランキングが書いていました、うん、1位運動神経が悪い、2位収入が低い、3位おならをする、4位素直じゃない、5位料理が下手。お二人はこの中で何個我慢できますか？欠点ランキング、我慢できる方からやな。我慢できる方、うん、運動神経が悪い、収入が低い、おならをする、素直じゃない、料理が下手。いやもう素直じゃないやろ、もう一番こう我慢で、一番喧嘩になるでしょうね、うん、揉めるんでしょうね、素直じゃないが。あとまあそうな、あんまりおなら収入が低いとか別にいいけども、おならを許してまうと、もうおならはまあそうね、ちょっともうずっとこぎ続けることになるで、うん、だからやっぱちょっとおならも嫌やな。おなら当たり前になったらきついね。そうやねん、もうでちょっと変化加えてきよるやろ、肩ケツ上げたりとかして、多分おそらく年いってきたら笑いで、うん、笑い、そうやねん、それもそれちょっとあかんな、ちょけた感じが。そう、向こうはなんか空気良くなると思うかもしれないですけど、やっぱきついね、女性として見たいもんね。そうやねん、やっぱりやっぱちょっと同じ肛門がついてると思いたくないもんね、女子に。同じシワの体だけの肛門がついてるって想像させてしまうから。まあそうやね、特にやっぱもう、うん、そうやな、グラビアとかでもお尻突き出してるのがもうすごい嫌、うん、不愉快になんねん。だから AV でも今もう肛門邪魔 OK になってますからね。そう、ヒクヒクさせたりしようね。何してくれてんねん、これ。セッターもモザイク入れといてくれ。あれで興奮する男もおるからね。せえへん、俺はせえへん。ヒクヒクで。それはもうやめてくれ。絶対嫌や。